隠れ定員割れ大学の危険性。隠れ肥満という言葉がありますね。見た目は太っていないんですが、実際には、例えば内臓脂肪が多いとかで肥満傾向にあり、体に健康に悪いという人。まあ、私も他人事ではありませんが、隠れ定員割れ大学とは、ぱっと見定員割れに見えないのに、実態はどうだろうという大学です。特定の〇〇大学がダメみたいなことを言うつもりはありませんが、よくある例として、例えばこれ首都圏の 文系総合大学なんですけど法学部定員200人に入学221人など全部の学部が定員を充足していますそうすると定員割れではない大幅な定員割れで存亡の危機にある大学も多い中定員割れしてない大学って全然話題にならないんですよ要はうまくいっている大学って思われているから世間が注目しないんですねところが、隠れ肥満ドン この大学の一般選抜共通テストの入学者数を見るとめちゃ少ないんですよ。例えば法学部が1割しか入ってない。経済に至ってはもっと少ない。えー、大学によっては一般共通テスト入学者が0というのも普通にあります。すなわちこういった大学っていうのは6割型指定校で集めてるんですね。さらに総合型選抜で2割以上指定校と総合型で8割取ってて定員充足してるんですね。 一般共通テスト入学者はほとんどいないなに等しいまあ、受験者数は結構多かったりするんですよ。入学者がとにかくいないという状況で、まさにこれが、受験したたいいけど入りたくない大学です要は、上位大学に一般選抜組はほとんど行ってしまうわけですね。これでも、定員充足してるんで、全然誰も危ないって言わないんですよ。でも僕は、この隠れ定員割れ大学はとても危険だと思っています。それは 一般選抜主義の偏差値57以上高校に完全に見放されているからです。要は、日東駒線大東亜帝国までに吸収されてしまうんですね。そして、今、生徒を指定校で送ってくれているのは、中堅高校、下位高校です。ところが、今はいい関係のこういった高校も、10年、20年先、怒涛の少子化が進んでいって、18歳人口が90万、80万、70万と減っていけば、 日大近畿大レベルですら全入になり、指定校を乱発し始めるはずです。その時今、あなたの大学に指定校で大量に送ってくれてる中堅開校校は必ずあなたを裏切ります。日大や東洋や駒澤の指定校に行くに決まってるからです。残念ながら、指定校や総合型で来てくれる生徒や高校のことを、自分たちの大学を教育の中身で選ばれてると大学側は思い込みたいんですが、これは本当にそうなのかと。 中身で選ばれてるんだったら上位高校が一般で入ってくれるはずです。どうもおかしいなと。そして、これ、関西だと、このランクの大学は定員充足してるにもかかわらず、すでに学校推薦型選抜の学力による秋の公募制推薦ですら選ばれてないんですね。公募制推薦が王道で通用するのって、大阪ではぶっちゃけ切難までです。そこから下はもう、指定校と総合型でかき集めてる状態です。 なので、これら、隠れ定員割れの大学に申し上げたいのは、皆さんの大学、一つ一つが素晴らしい教育や研究、就職実績も悪くない、努力なさっていることは100も承知です。でも、定員さえ充足して赤字じゃなければ満足してませんか地元の上位高校は来てくれませんよね。そして、皆様の大学が一般選抜や共通テストを軽視しているというのは、そのまま偏差値57以上の上位高校を軽視しているのと同じです。一般選抜ですら、 科科目入試2科目入入試試ですよねそういうとこに3科目であのマーチ・日東駒線参勤交流へ行きたいっていう偏差値57以上高校の生徒や保護者や高校側が生徒を送り込みたいはずはないんですよ。まあ一点数はね中身で興味持ってきてくれてると思うんですけどそれと総合型選抜6割はいくらなんでも多すぎませんか本当に良い学生は集まってるんですか 指定校乱発もいつか高校側に見捨てられます。というのが私からのメッセージです。特定のどこの大学が悪いというつもりはありません。なぜならば今や、この隠れ定員割れ大学はかなり多いからです。定員割れしてなくても、隠れ定員割れの大学さん、次は皆さんの大学が定員割れになります。そうならないように、今、本当にやるべきなのはどんな手を打つことかというのをぜひ検討していただければと思います。 皆様の大学が優れてれば僕もこちらや高校での講演でいくらでも皆様の大学の魅力受験生高校生に PR いたします。